2月の18日ですね。今暗くて見えない。6時前です。5時55分。今日は真面目に行きたいと思います。なんか今日はあまり冷えてないんで起きれましたね。無事に。さあ始めたいと思います。はい、おはようございます。ちょっとですね、 YouTube なんですけど、もうかなり遅れてますね。あと2本まだ作れるんですけど、それもアップしてないっていうか、っていうかですね、ちょっといいポイントを見つけてしまって、ちょっと場所が荒れないようにちょっと今アップを控えてるんですけど、多分今日のアップはいつになるんだろう。今日のアップは多分もう来週とかになってるかもしれないですね。来週あたりで、今日は岩洞湖、日曜日ですね。2月の18日で、今気温が盛岡1度、藪川もそんなに冷えてないんですよね。マイナス2度とか3度。いや、これはちょっと自分的にもどうなのか、自分的っていうか、まあ漁協さんの判断だと思うんですけど、なんか雨が降って水が増えてするから、結局岸のところに水がちょっと溜まってるんですよ。溜まってます、確かに溜まってます。ちょっと堰堤のあたりはちょっとやばいですね。もう今週で結構岸から離れてるんですよね、よく見ると氷が。だからそれ多分くっつかないんじゃないかなと思うんですよね。だからもう多分堰堤は今日が多分最後じゃないかなと思って、堰堤に向かいたいと思います。まあ岩洞湖ですね、すごいやっぱ表情釣りがあんまり解禁されてないこともあってなのか、岩洞湖にすごい有名な方ばっかり来てますね。最近もほぼほぼ島野さんの方とかも、ダイワの方も大体来たんじゃないかな。有名どころ、まあいろいろ多分取材とかテレビのだとは思うんですけど、すごい岩洞湖が注目されて、すごいいいことだと思いますね。すごいワカサギ大全、ワカサギ大全には出ないかな。どうなの、取材それで来てるのか、かーとなるとね、ちょっと岩洞湖はなかなか出ないんですよね、ワカサギ大全。だから今年はもしかしたら出るのかなと、ちょっと期待してるんですけど、出ないかな。家族連れの方が多いような少ないような、まあなんか家族連れで、まあ日曜日行くと思うんですけど、まあ一回行って釣れね、釣れないって言ってもう行かないみたいになってっちゃう。そんなに人はいないんじゃないかなと。家族連れどうでしょうね。でも今の子はまたリベンジで行きたいっていう感じなんのかな。一回行ってちょっとこれをつまんないから、もうダメだ、行かない行かないみたいになってるかもしれないし、どうなんでしょう。でもそこそこいるんじゃないかな今日も。今日やっぱあったかいな。日中どうなるか。まさかね、あの岸のとこ水結構あったんで、ウェーダーでも持ってこようかと思ったんですけど、ちょっとな、ワカサギでウェーダー着るのも、まあ、長靴で収まるからいいですけど、間違って落ちたらウェーダーないと厳しいんじゃないかなとも思ったりもしたんですけど、あそこの堰堤あたりは
結構もう薄くなっているとこもありましたけどね、あの岸寄りのとこ。ウェーダー持っていくまででもないかなと思いつつ今日も向かってます。ただいま6時45分ですね。日の出とともになんとか間に合いましたっていうか、もう日の出は6時25分だっけと、ちょうど出てきましたね日の出。間に合った、なんとか間に合った。あとは釣れるだけでよっけれ、釣れれば釣れればいいですけどね。限界、今岩洞湖に大和の有名な方も来てるんですけど、その限界超越ってどういう意味なのかな、あの、ね、数なのか大きさなのか魚種なのか、いまいち判断に苦しむんですけど。あとなんかもうモチベーションとかもありますしね、そのやる気とか。何を限界超越なのかな、数なのかな。数だとなんか面白みがないっていうか、でもモチベーションとか限界超越、あまり限界やりすぎても危ないんですよね。渓流とかは深いとこに潜るっていうか、アユ釣りの人とかよく亡くなってるのはそれですね。だから限界超越もあんまり無理しない方がいいですね。渓流とか本当になんていうんですかね、厳しいフィールドではと自分的には思いますけど、数かな、数大きさとか。尺ヤマメ、自分的には尺ヤマメですけどね。渓流ではあれ消えないの、ちょっと映ってるかな、ナンバー映んないように後で編集しないといけない。限界超越、難しい言葉ですね。限界悶絶ですよ。ワカサギは2月病で限界悶絶で、悶絶じゃない、悶絶で。いやいいね、今日マイナス3度ですけど、もう気温が上がりそうですね。車のシートも変えたんですけどね、これちょっとなんかシワが寄っちゃって、まあいいかな、防水が目的なんで。それで壊れなきゃいけないな、壊れたら、もう避けたら終わりですか。この音楽聴くの久々だ。久々、1年ぶり。はい、今日来ました。今7時40分。今日何匹行くんでしょうね。昨日は322だったかな、300、あれ520、まあ今日も300いっかな。もう頑張りたいと思います。今8時半、1時間で46ですね。これから伸びる感じの穴なんですけどね、ここはいつも。頑張りたいと思います。お、来てる。今2時間経過して9時半で96ですね。いいんじゃないでしょうか、これから。いいんじゃないでしょうか。頑張りたいと思います。スマホない、スマホ。
10時半で138ですね。どうでしょうね、これから入ってくればまだ忘れると思います。頑張りたいと思います。11時30分で144です。なるほどなるほど、サイズがちっちゃくなってきた。取らないと釣れないです。もう当たり出てからじゃ遅いんです。だから常に誘って置いた方が釣れる感じがします。当たり出てからじゃ乗らない。